関白、博大城大臣、純三宮。御陽税天皇の団系御生子孫である。父は、この江家広。母は、霊元天皇、第二王女の典子内親王。おばに、この江広子。元六八年に、十三位に除され、苦行となる。教法十一年から元文元年まで、関白並びに、富士市長者を務めた。教法十八年には、祖父、この江元広。 父、この江家広に続き、大城大臣に就任し、他の設計より優位に立ち、調整を牛耳った。当時の将軍は徳川吉宗であったが、先々代の徳川家信の五代所で家久のおばである、この江広志氏は存命であり、この江家三代にわたる朝廷独占につながった。また、島津家や徳川家との外籍関係を築いたことも要因となった。しかし、 中見門天皇側近や他の設家から避難されることも多かった。また、山口和夫は、通説では、イエシサの母方の祖父である霊源員が、父方の祖父である、この絵はじめ広氏を避難したとされるした、御霊人社法納の図書の祈願文の作成年代を再検討し、教法17年を正しい作成年代と評価し、この文章で避難の対象となったのは、 家久であるとする説を唱えている。つまり、山口説に従えば、霊原因は、自らの孫を、死極じゃねえの悪心と足ざまにのしっていたことになる。1737年に皇居、去年51、日記に家久皇居がある。父同様に茶の湯や夕食古日などの文芸に優れており、和歌も多く残されている。 後にイエシサの公認の大乗大臣となる一条健康とは、長い間対立関係にあった。この絵家は、藤原忠道の子である、この絵元座ネヨとし、御設計の一つであった。山口和夫、近世の朝廷、幕府体制と、天皇、院設計、初修、山口、近世日本政治史と、 朝廷 ISBN978 から4から6420348072017年 P250 から255ありがとうございます。